時スワショアの導入中止による日本のミサイル防衛の代替策として新規に2隻が建造されることが決められたのがイージスシステム搭載艦。今回はこのイージスシステム搭載艦と12隻体制米軍との共同交戦能力搭載を詳しく見ていきますね。スパイセ、文の行方はどうなるのかも気になるところです。日本の防衛予算は戦後一貫して従来からの対 GDP 比で 1% 以内とすることが実質的な不分率となっていた感もあったが、2023年の予算案より周辺の安全保障環境の悪化を反映し、増加の方向へと大きく舵を切った。これらは安全保障関連の3文書の閣議決定によって実行に移されることとなっており、とりわけ2023年度の防衛予算案の中でも注目を集めているものの一つが、イージスシステム搭載艦の整備に要する費用だろう。2023年度の防衛予算案の中においては、このイージスシステム搭載艦の整備費用という名目でおよそ2208億円が投じられることが盛り込まれているが、今回は建造に要する費用ではなく、装備に類するものとなっている。具体的には、2隻の新規での建造が予定されているイージスシステム搭載艦の機関部と、兵装としての VLS、垂直発射艦の取得、さらに、艦に、CEC、共同交戦能力を持たせるための仕組みの導入に充てられるとめされている。現時点では、イージスシステム搭載艦の建造費が、最終的に、どれだけの金額に達するのかは、推測の域を出ないが、少なくとも、一隻あたりおよそ2500億円以上となるとの見方が、大勢を占めており、海上自衛隊が保有する艦艇として、最高額の更新は、ほぼ確実だ。現状では、海上自衛隊で、最も一隻あたりの建造単価が、高額な艦艇は、イージス護衛艦としては、最新鋭であるマヤ型であり、こちらは、アメリカ海軍のアーレイバーク級ミサイル駆逐艦を大型化させたもので、一隻は、約1700億円の建造費となっている。イージスシステム搭載艦は、かなり特殊な成り立ちの艦艇でもあるため、既存のこうしたイージス護衛艦よりも、建造費自体が、高額になることが確実視されており、その費用的な面は、今後も高騰する可能性を含んでいる。もともと、イージスシステム搭載艦を、新規に、2隻の建造が行うと、決定された理由は、日本の今後の弾道ミサイル防衛の用として、導入が決められていた、陸上配備形式のイージスアショアの計画がつまずいてしまったことに、起因している。イージスアショアは、秋田県と山口県の陸上自衛隊の所有地に配備することによって、日本列島全域を、前日、24時間体制でカバーすることが可能な防空システムとして期待されていたが、あえなく導入中止を余儀なくされたものだ。この理由は、イージスアショアから発射されるミサイルについて、そのブースター部分の落下地点を、安全な場所に制御することが困難だと判明したためであり、それを改善するには、プログラムの改修と時間が必要とされた。しかし、日本には、このプログラム改修を行う費用の負担は、もちろんのこと、それを無事に完了させる、時間的な余力は薄く、弾道ミサイル防衛の導入の最大の理由であった北朝鮮は、なおも、そのミサイル類の開発を着々と進めている。その状況を鑑みた場合、日本は、イージスアショアのシステム改修を早期に完了させることは、難しいとの判断に至り、そこで発注済みであった、ミサイル発射機やレーダーシステムをそのままスライドさせて、艦艇に搭載する決定を下した。こうして建造にこぎつけたのが、今イージスシステム搭載艦の2隻であり、通常のイージス護衛艦と異なり、
イージス・アショアの構成部品を流用するというイレギュラーな建造ゆえに、建造費が割高となることは避けられなかった。しかし、このイージスシステム搭載艦の使用は、イージス・アショアを艦艇に搭載するという本来のコンセプトから飛躍し、一時期は国産の長距離ミサイル兵器を満載する海上自衛隊屈指の大型艦艇になるとの案も浮上していた。そこで唱えられたイージスシステム搭載艦の規模艦は、排水量で2万トンを超え、全長が210メートル、全幅が40メートルにも達するとも伝えられ、多数の専門家や自衛隊の OB らからも、その有用性を疑問視する声が多く聞かれた。この超大型の水上戦闘艦としてのイージスシステム搭載艦の構想は、実際の2023年度の防衛予算案がまとまられていく過程において、2023年の夏場には撤回されるという経緯をたどり、今は現実的な線に落ち着いている。それは、現行のイージス護衛艦である、マヤ型等に準じる規模艦とするというものであり、ちなみに、マヤ型は、基準排水量が8200トン、満載排水量が1250トン、全長が 170.0 メートル、全幅が 21.0 メートルという仕様となっている。ただし、一時的にせよ、イージスシステム搭載艦の仕様が、従来のイージス護衛艦の倍にも相当するような排水量の大型艦として構想された点は、同艦に求められる能力が、元々のミサイル防衛という枠をはるかに超えていた点が気にはなる。既存のイージス護衛艦並みの規模艦になると報じられたイージスシステム搭載艦ではあるものの、前者が主兵装である VLS、垂直発射艦を96セル装備しているのに比して、後者は、それを上回る重武装となる可能性が指摘されている。そうした情報から感じられるのは、イージスシステム搭載艦は、従来的な意味でのミサイル防衛任務以外にも、国産の人に、意識地対艦誘導弾の能力向上型等の搭載をはじめとする長距離攻撃能力の付与が必須の前提になっているのではないかという点だ。これは今の日本政府が推進しているスタンドオフミサイルによるいわゆる反撃能力の獲得という課題にも対応したものであり、従来のミサイル防衛の枠を超えて今後の戦術や戦略を見据えた動きのように思えてくる。もともとは、北朝鮮による弾道ミサイルの脅威に対して、それらから、いかに日本の国土を防衛するのかという問題への回答として、整備が進められてきたミサイル防衛ではあるが、今や、主たる脅威の対象には、中国を念頭に置いているのだろう。海上自衛隊が、初のイージス護衛艦として、1993年から、混合型を就役させたのは、北朝鮮による弾道ミサイルの脅威への対抗が最大の理由であったが、今もそれは変わらないとはいえ、北朝鮮は、そこから先の軍事行動は起こせない。それに引き換え、中国は台湾有事等の軍事侵攻を決断した場合には、沖縄の自衛隊基地や在日アメリカ軍基地等をミサイル攻撃することと並行して、南西諸島への上陸と制圧を企図する可能性があり、そうした戦力も強化し続けている。こうした中国の動きを抑制するには、高い防空能力と、今後のトマホーク巡航ミサイルや人に、意識地対艦誘導弾の能力向上型、当初防衛用の高速滑空弾等の長距離攻撃が可能な対地、対艦兵装を備えた艦艇の配備が必要だと考えられる。これを、現在の海上自衛隊の既存の艦艇で賄おうとすれば、無論、最もそれに適しているのは、合計8隻のイージス護衛艦ということになるのだが、これらは、ミサイル防衛に、常時2隻を割り当てる必要が生じている。状態である。
それを緩和するための措置が、イージス・アショアの導入という判断だったわけだが、前述したように、その導入は中止を余儀なくされ、今も、イージスシステム搭載艦の収益までは、その体制を改めることはできない。そもそも、水上戦闘艦は、必ず、実任務、訓練、メンテナンスの3工程を、運用上においては繰り返す必要があるため、8隻を保有している現状でも、実任務に従事可能な艦艇は、3隻ほどに過ぎず、うち2隻が、ミサイル防衛に割かざるを得ない。今回の2023年秋からの防衛予算の増額によって、イージス護衛艦の数も、8隻から10隻へと増加させることが盛り込まれたが、こうしたローテーションを考慮すれば増えた数自体が、即稼働可能な数とならないことを肝に銘じておくべきだろう。